南部亀男から1923年9月19日は、明治期の日本の司法官僚。正二位、君一等男爵。号は南洋。校歌2年、土佐藩合氏、南部十五の長男として高岡軍大野三村熊明に生まれる。父は佐藤一歳に学んだ、陽明学者で、門人には、竹一随山、谷盾キらがいた。土佐金納党に加盟し、 文久2年に脱藩して上落。諸藩の志士と交わるなど、勤労活動に従事した。三条、耳の英子となり、8月18日の政変では耳に、従って、長州藩へ亡命し、太宰府移住にも随行した。母親戦争では、東山道先方総督の初期権設行を務めた。維新後は、明治元年12月の兵部小六人間を皮切りに、 1875年5月に七党判事、1876年9月に熊本裁判所長、1880年4月に神戸裁判所長、1881年10月に司法検体所期間民事局長、1891年に大臣委員長心得、東京高祖委員長など、主に司法畑の養殖を歴任した。 同29年6月5日に乱尺に除せられ、同年10月に大審委員長に就任する。1906年7月に退官した後は、数密顧問官を務め、放送会の設立にも尽力した。1923年、去年79で死去。青山霊園に葬られた。南部家は南部高校の子孫と伝える。亀男には三女があった。家徳は、長女。 幸子のむ子である、南部三つが継いだ。次女随いは、清水三重にとつぎ、三女と子は、松平よりの夫人となった。ありがとうございます。